皆さんこんにちは、アレです。今日はせっかくという表現について話したいと思います。さあ準備ですか？早速始めましょう。せっかくという言葉は様々なシチュエーションで使われますよね。せっかく早起きしたのに、今日は仕事が休みの日だったとか、せっかく遠出ししたんだからいろんなところに行ってみようなどなど、イタリアでは状況に応じてこれらのせっかくという言葉を使い分ける必要があります。今回はそんなせっかくを表現したいときに使えるイタリア語を紹介していきたいと思います。さあ例文を見ていきましょう。せっかくミラノに来たんだからドゥオーモ見に行くよ。そんなときにシッコーメといった表現を使いますよ。例えばSiccome siamo a Roma, andiamo a visitare il Colosseo. 日本語だと、せっかくローマにいるんだから、コロッセオ見に行くよ。Siccome, siccome siamo a Roma. Siccome, って感じですね。せっかくたくさん話したのに、彼女は何も理解してないと気づいた。この場合には、Dopo tutto quello che ci siamo detti, ho realizzato che lei non capiva niente. 最初の部分は Dopo tutto 何々 Dopo tutto 何々 ho realizzato che 何々って感じですね。さあ次の詩を見ていきましょう。例文、せっかく大学で日本語を勉強したのに、今働いている会社ではその知識を使う機会がない。イタリア語だと、Sebbene abbia studiato giapponese all'università, non ho la possibilità di usare la mia conoscenza in azienda, または mentre lavoro. 普段は Sebbene の後に接続法が必要ですね。例えば、Sebbene abbia mangiato 何々、この場合には接続語が必要です。 Sebbene プラス接続語動詞 abbia avere che io abbia che tu abbia che egli abbia che noi abbiamo che voi abbiate che essi abbiano。 じゃあ次、せっかくいい天気だから公園にでも行くよ。この場合にはVisto che 何々を使いますよ。さあ、校舎の文章をイタリア語で翻訳してみましょう。Visto che il tempo è bello, potremmo andare al parco. Visto che 何々。じゃあ、次の詩を見ていきましょう。せっかくのお誘いですが、あの日は忙しいですね。Grazie per l'invito.Ma sono molto impegnato quel giorno. または、sono impegnato quel giorno. この前には、せっかくってイタリア語だと、grazie ma という意味です。じゃあ、次の例文を見ていきましょう。せっかくですが、その日は入っていません。で、イタリア語だと、せっかくですが、mi spiace.ma 何々、この場合には mi spiace ma non sono libero quel giorno. mi spiace ma non sono libero quel giorno. さあまとめを見ていきましょう。さあこれで終わります。このビデオが役に立ったと思ったらぜひいいねをして、登録して、友達とシェアしてください。疑問があったら、いつものようにコメント欄に書いてください。じゃあ、ci vediamo al prossimo video。 Mi raccomando, non mancate! またね。